ボーイを連れて、議会派の拠点を攻撃するプリンスルパート。ルパートとその飼い犬を避難した、議会派の規範が。ガ家エンセスラスホラーによるボーイと同種のプードルの、規範がマーストン・ムーアにおける、ボーイの戦士を描いた、規範がボーイは、イングランド内戦における、王統派の軍事指導者、ルパート・オブ・ザ・ラインの飼育していた白色のオスの、狩猟用プードル犬。 当時のイングランドの人々に魔力を持つ犬として恐れられた。ボーイは、はじめ、30年戦争中に、リンツの要塞で、保養生活を送っていたルパートに与えられた。彼の苦境を心配していた、イングランド人貴族の第21代、アランデル伯爵トマス・ハワードが、若い講師の遊兵生活の孤独を癒そうと犬をプレゼントしたのだった。当時、 白色の狩猟用プードルは珍しい犬種だった。ボーイは多くの人々に珍しがられ、ヨーロッパ中で有名になり、評判を聞きつけたオスマン帝国のスルタン村とセ世が自分の家臣にボーイにそっくりの犬を見つけてくるよう命じたほどだった。ボーイは1644年に死ぬまでルパートと常に行動を共にすることになる。 ボーイは1642年に主人に連れられて、途営した。ルパートは、イングランド内戦における、応答派の象徴的存在であり、しばしば議会派のプロパガンダの標的にされた。ルパートに連れられて、戦闘に参加していたボーイも、主人と一緒に、議会派の激しい中傷を受けた上、議会派の兵士たちから、魔女の使い魔のような存在ではないかと大いに、恐れられた。このため、 ボーイの魔力に関してたくさんの逸話が残った。一部の人々はボーイは悪魔が犬に身をやつしたものだと考えた。応答派は議会派の防意に対する迷信深い恐怖心を嘲笑し、防意に関する様々な冗談を作った。その中にはボーイはラップランドの姫が白い犬に変身した姿であるというものなどがあった。 ボーイは隠された財宝を見つけることができ、攻撃されても不死身であり、ルパートが撃った弾丸を口でキャッチすることができ、さらに、女占い師、マザーシップトンよろしく予言もできると噂されていた。王党派の兵士たちもボーイの人通力を盛んに懸念し、国王軍のマスコット的存在に祭り上げ、ボーイを少々に任命した。ボーイは1644年7月2日のマーストン。 ムーアの戦いで落命した。ボーイは安全なオトー派の陣営に繋がれていたが、逃げ出して主人のルパートの後を追った。戦況は国王軍に不利な形成となり、ルパートは戦場からの退却を余儀なくされた。ボーイはルパートの退却時の戦闘で死去した。ボーイの死は木版画に描かれて一般民衆にニュースとして広められた。 議会派の聖職者で著述家のサイモンアッシュは、この非常に著名な犬の死を当時の人々の関心を引いた事件の一つとして、記している。ありがとうございます。